じゃあ抱っこしようか。めっちゃ踏んでる。それ危ない危ないね。そこね、そこあるから、そこにじゃ。ちっちゃんもご飯。オッケー。はい、次ちっちゃんだ。ちっちゃん、嬉しい、嬉しいね。はい。行くよ。はい、はい、どうぞ。ドライフードに少しウェットフードを混ぜることで、食いつき良くなりました。エイクさん食べ終わりました。えらいね、そっとしといてあげてんだね。きねこちゃんには珍しくそっとしてますね。ジェロちゃんは足先と尻尾が黒いところが魅力です。ねえ、きっちゃん。嘘。それ食べるのやめた方がいいと思うよ。あらららららら。やってやった。やってやったね。美味しそうだったからマーキングしたんだね。そうですか、そうですか。はい。一応下げるね。一応これね。チェロ君届いたよ。開けてみましょう。ちなこちゃんチェック。なんだろうね、あんまり高さがないベッドですね。ねえ、きーちゃん使えるかね。どうですか、きなこちゃんが試し乗りしてくれてる。ここでチェロ君はここです。かゆいかな、かゆいの、肌かゆいか。並べてみたんですが、 M ちょっと大きいですね。でもなんか、きなこちゃんが興味示してくれたんでいいかな。感じのチェロ君は
全く興味なさそうですね。私の足元ですね。で休んでます。椅子に寄せてくれるので後ろに引けないですね。危ない危ない。ですね、困った癖があるんです。ほら始まっちゃったんですけど、これわかりますか？こうなっちゃうんだ。やめてチェロ、やめてチェロ君、やめて。はい、おしまい、おしまい。で結構座ってると背中から来たりとかするので、で本人もハー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 言ってるししんどいと思うんですけどね。ね、ずっと繁殖犬してたからね。これおし、他の方しちゃう。何する、何する。これで遊んで、おいしょ、おい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 、ほい。あ、きちゃう。あ、すごい。でも自分追いかけたじゃん。チロも追いかけた。すごいすごい。受精手術したら落ち着くかもしれないんですけどね。その方がなんか本人も楽になるんじゃないかなっていう気はしますね。やめて、じゃん、ダメだよ。はい、ありがとう、どうもありがとう。はい、落ち着いた。頑張れ、頑張れチェロ、頑張れ。病院に行きました。
はい、チェロがお家帰ってきました。歩いてるんですけど、ちょっと歩き方がなんかヨタヨタってしてるようにな気がしますね。ほら、どうしたの？あんだけの発作起きたからそれふらつくよね。ゆっくりしようね。へいへいへい、怖かった、寂しかった、寂しかったね。ちょっと休んだら、ちょっとあなたまだフラフラしてるみたいだから休んだ方がいいよね。ね、少しだけ休んでね。そばいるからね。出たい。なんかやっぱちょっと寂しそうなんで出してあげようと思います。ああ、よたふらつくね。気をつけて。じゃあじゃあ、はいはい、ここいいよ、ここいいよ。膝の上が落ち着きますか。怖かったね。頑張ったね。なんかまだフラフラってしてるから、なんかケロッとしてるって感じではないんですよね。なんかなんか揺れてるね。フラフラする？なーに？ここいるよ。はい、とりあえずちゃんと、無事に家に帰ってきてくれてよかったです。あ、やっぱりあの怪我してるとこ舐めてますね。あ、痛いね痛いね、気になるね。そこも気になるね。あ、ちょっと元気になった。おお、元気になったじゃん。あ、やべ、腰振ってますね。でもなんか元気になった、元気になった証拠みたいで嬉しい。そうですか、元気になりましたか。はい、よし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 、元気になれ、元気になれ。
けな、つい